原子力艦再利用プログラム。原子力艦再利用プログラムは原子力船を処分するためにアメリカ海軍が使用するプロセスである。同プログラムはワシントン州ブレマートンのピュージェットサウンド海軍造船所でのみ実施される。しかし同プログラムの準備は他の場所で行われる場合がある。SRP プログラムの開始前に艦は核燃料を取り出す必要がある。 燃料棒の抜き取りは通常退役と同時に行われる。退役前は合衆国の船を意味するアセスが艦名についてるが、退役後はアセスが外され、エクスネームと呼ばれる。潜水艦の燃料棒抜き取りは西海岸の5つの施設で行われ、燃料抜き取り後の船体はピュージェットサウンド海軍造船所へ A される。再使用可能な設備は燃料と同時に取り外される。 使用済み核燃料は、アイダホ州アイダホホールズ 67km 北西に位置するうちの海軍原子炉施設に、鉄道輸送され格納される。核燃料の再処理は行われない。SRP プログラムの専門となったピュージェット、サウンド海軍造船所でプログラムは始められる。潜水艦は船体を、全部、原子炉コンパートメント、もしあれば、ミサイルコンパートメント、そして、 後部の三つか四つの部分に切断される。ミサイルコンパートメントは、スタートアイに従って分解される。原子炉コンパートメントは両端を密閉され、端毛船及び重量化持ち車によって、ワシント州にあるエネルギー省のハンフォードサイトへ運ばれ、埋め立て処理される。埋蔵のための溝は、原子炉保管区画の最も重要な密封エリアから、少なくとも600年間は、針の先ほども漏らさず、 数千年間は漏洩が起きないと評価されている。1991年まで潜水艦の全部と後部のセクションは再接合され不重保管所に係留された。それらの処分は標的として海没させることを含めて様々な提案が考慮された。しかしながらどの提案も経済的に問題があった。ポリ塩化ビフェニルをはじめとする。 様々な環境汚染物質の船体からの除去が環境保護局と沿岸警備隊から要請された。処分コストの削減のため残りのセクションは再利用され再使用できる部材は再生産に回される。潜水艦再利用の過程で危険であり有毒な廃棄物はすべて特定されて取り外される。再使用可能な設備は撤去され在庫に入れられる。 金属スクラップ及び他の材料は民間会社に売却されるかあるいは再使用される。すべての家庭で利益を上げられるわけではないものの、ある程度のコストが削減できる。この SRP プログラムによる潜水艦の処理は1隻あたりに500万から5、0US ドルを要する。2005年の終わりまでに195隻の 原子力潜水艦が建造をあるいは発注された NR-1 深海船工程及びバージニアを含む。最後のスタージョン級原子力潜水艦、エルメンデルリバーズは2001年に退役し、スタージョン級の高度回収型であるパーチェは2004年に退役した。最後の自由のための41隻であるカメハメハは2002年に退役した。 ロサンゼルス級原子力潜水艦の退役は1995年に始まり大きく損傷したバトンルージュが最初に退役する艦となった。さらに数隻が建造された原子力巡洋艦もプログラムに加えられた。それらの処理は進行中である。アメリカ海軍は原子力空母も保有する。2012年12月1日付で世界最初の原子力空母。 CVN-65 エンタープライズが退役した。プログラムは進行中であり、このリストは不完全である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。